台の運転士、JR 東日本訓練体験ツアーにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。ですね、水戸総合訓練センターでも、運転に関わる電車の運転士さんですとか、車掌さん、それから駅で働く、駅員さん、中でも信号を出す人とかですね、そういった方々の訓練を、それから勉強を行う学校でございます。ゴムを、はい、せっ、レッ、はい、直れ、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。これがブレーキ、ここ結構ブレーキがだんだん強くなって、最後は急停車の場合はこう一番前ね、これが急停車になります。出ますか？ちゃんと、うん、この機械が出てるからこっちこっち、このこっちでやったやつと合ってますか？ちゃんと東京を探してます。合ってます。はい、よかったです。事故発生！事故発生！来たった！事故になった！信号！携帯用信号変換点火！点火！レバーを自分の方に引いてください。はい、ピーって鳴らしてきました。このまま、はい、OK です。はい、また次の信号機が来ました。次の信号機も青信号です。ということで信号を確認します。いや、本物みたいなのでとても貴重な体験でした。本当に振動も何も本物そっくりでした。正確に運転して停車位置もぴったりに止めて安全に運行できる運転士になりたいです。